はい、皆さんこんにちは。それでは時間になりましたので始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まず、実際のイベントを始める前にですね、いくつかお願いがございます。本日のこちらのジャパンコミュニティイベントですけれども、 Zoom ミーティングという形で、実施をしております。基本的には皆さんマイクのミュートをお願いいたします。またこのイベントは録画させていただきます。各プレゼンテーションの内容について何かご不明な点等ございましたら、画面下のチャットボックスの方に質問を記入ください。各アジェンダの終わりにですね、質問内容を確認させていただいて、お答えするようにいたします。はい、それでは改めまして、どうぞよろしくお願いいたします。イノバの藤ヶ崎です。本日はイノバでジャパンコミュニティイベント2021にご参加いただきましてありがとうございます。本日、ご参加者の方はですね、16社25名の方にご参加いただいております。皆様、年末のお忙しい中お時間をいただきまして大変ありがとうございます。はい、本日のアジェンダですけれども、全体で2時間で完了する形で予定をしております。プレゼンテーションとしましては、すべて4つの内容を予定しております。はじめにですね、ご参加者の皆様に、事前にお答えをいただきました事前サーベイの内容をもとにして、2019年と今回の2021年の、サーベイの結果を比較した、分析結果をお伝えしたいというふうに考えております。次にトレンドアナリシスという形で、2019年から2021年のバイオの参加者のプロフィールがどういうふうに変わってきたのかという分析結果についてもお話をしたいというふうに思っております。その後休憩を挟みまして、クライアントケーススタディ、弊社の顧客企業のビジネスケースについてお話をさせていただいた後に、最後にイノバロードマップということで弊社の製品の方向性についてお話をして、Q&A クローズという形を考えております。はい、ではですね、早速、中身入っていきたいと思いますけれども、本題に入る前に、本日のイベント、コミュニティイベントというところも兼ねておりますので、少しアイスブレイクということを考えております。はい、Zoom のポール機能、投票機能というものを使いまして、3つほど簡単な質問に答えいただければと思います。大変カジュアルな内容ですので、皆さんご期待のないご意見いただければと思っております。今から投票機能を開始いたしますので、3つの質問にお答えいただければと思います。1分ほどお時間をお取りします。それではよろしくお願いいたします。ちなみにご回答いただいた内容は、決して皆さんの名前が出る形で共有することはございませんので、正直なご意見をお聞かせください。はい、では、9割の方にご回答いただきましたので、こちらで投票を閉じさせていただきます。はい、では、皆さんの投票結果を共有いたします。はい、3つの質問ですね。直近1ヶ月でオフィス在宅どちらの方が多いですかということで、こちらも圧倒的に在宅の方が多くて、半分ずつという方も10%ほどいらっしゃるというような形です。で、2番目のパートナリング業務はオンラインデジタル化できましたかというところに関しては、素晴らしいですね。 100% の皆さんがもう問題なくオンラインで業務できる状態になっているというようにお答えいただいています。
で最後、率直な感想として、どちらお好みですかというところに関しては、私もう皆さん在宅なのかなというふうに思っていたんですけれども、そうでもなくて 17% の方、オフィスに出勤される方がお好みですというような答えでした。はい、ありがとうございます。この2年間でですね、もうこれは皆さん、ひしひしと感じられている通り、お仕事の仕方というところが大きく変わってきた2年間だったかなというふうに思います。で今日、次の2つのアジェンダの中で、この2年間のパンデミックの中で、どういうふうにパートナーの業務というものが変化してきたのかというところをお話をしていきたいというふうに考えております。はい。それでは最初のアジェンダですね、パートナー for the Japanese Pharmaceutical Companies ということで、本日、このジャパンコミュニティイベントというものは、2019年の時にですね、皆さん対面の形で日本橋の会場でですね、お集まりいただきまして、同様イベントを行いました。その時に同様にですね、今そのパートナリングの活動についてどういう所感を持たれているかというアンケートを行いました。で今回それと同じ設問を設定させていただいて、2019年から2021年の中でどういうふうに皆さんのご意見、パートナリング環境に関しての所感というものが変わってきたのかというところを比較するサーベイとして、今回もですね、事前サーベイにご協力いただきました。ご回答いただきました皆さん、ありがとうございました。はい、ということで、まず最初のアジェンダとしましては、こういったイベントにご参加いただいて皆さんの現在のパートナリング活動に関する、ご意見、課題感というところを共有する場としていきたいと思います。はい、まず回答者の内訳ですけれども、2019年は18名の方にご参加をいただきまして、企業数で言いますと12企業の方にご回答をいただきました。今年のサーベイの結果としましても、ほぼほぼ同数の方々にご回答をいただいておりまして、19名の方、そして11社の方、企業数でいうと11社の方にご回答いただいております。うち4社はですね、前回からの継続回答ということで、2回のサーベイにそれぞれご参加いただいた企業となります。ありがとうございます。またご参加者の方の役割ですけれども、2019年の時には、ほぼほぼ、2名の方を除いて皆さん BD 関連の役職をされているということでした。今回のサーベイにおいては、役職複数選択いただけるような形で設問を設定しました。その結果ですね、約半数の方が、ビジネスディベロップメントとアライアンスマネジメントであったり、R&D プランニングとアライアンスマネジメントであったり、複数の役職を兼務されているような方々、そういった形でお仕事をされて、パートナーに関わっている方々というような形になっていました。この中で、カンファレンスに参加されている方の部署というのはどういう部署でしょうかという質問がありましたけれども、皆さんこちらはですね、ご想像の通りかと思いますけれども、9割近くが、BD の部門から参加されている。でまたそのうち半数の会社は R&D からも参加していますというご回答でした。またアライアンスマネジメントからも参加されているというふうにお答えいただいた方は 26%。 で一方でエグゼクティブ、トップマネジメントの方、カンファレンスに参加されているかどうかという点に関しては全体の 5% にとどまっているというような形です。それでは次の観点ですけれども、組織で最も重視されているカンファレンスというのはどれでしょうかという設問がございました。2019年と比較をしますと、バイオコンベンションが1位を占めて、JP モルガンがそれに続くという形については前回のものと変わっていないというような形です。ただ今年度の調査では9割の回答者がバイオを選択しておりました。一方で JP モルガンのみを重視していると回答いただいた方というのは1名、全体で 5% ですねにとどまっております。これ何が変化したかといいますと、2019年の時の調査では全体の 22% の回答者の方が JP モルガンのみを重視しているというふうに回答されていました。
これはおそらくの推測になりますけれども、この2年間バーチャルカンファレンスを行われることになって、最もカンファレンスの重要性というところが参加企業の多いバイオコンベンション、6月のバイオというところに比重が高まってきているのかな。一方で、JP モルガンはその直接、例えばホテルのスイートで直接面談を行える場となっていた JP モルガンというものの重要性が相対的に下がってきたのかなというふうに想像をしております。はい、ではこうしたカンファレンスの中で、準備に最も負担がかかるカンファレンスはどれでしょうかという設問に関しては、2019年の時には JP モルガンがトップでしたと。これは先ほど申し上げたように現地での調整等々がかなりかかるというカンファレンスの特性上、そういったことがこういった回答の形になっていたのかなというふうに考えております。一方で今回はですね、打って変わってもバイオコンベンションがある意味ダントツ1位というような形で、これが最も負担のかかるカンファレンスという形になっています。で、こちらに関しては、バーチャルカンファレンスという形になってきますと、一番その負担というところに影響する要素というのが、おそらく参加企業数、そのどういう企業と会うのかというところを選定して、面談を送って、面談を実施してというような量に関わるところになってくるのかなというふうに考えておりますので、そういったところから、参加企業数が最も多いバイオコンベンションに関しての負担がかかるというふうにご回答いただいた方が多いのかなというふうに考えております。はい、次にですね、カンファレンスともしくはカンファレンス以外で新たな企業にコンタクトする方法というところについての説問についても比較を見ていきたいと思います。まずカンファレンスが新たな企業とコンタクトする主な手段でしょうかという、説問に関してはもう9割の方がそうですというふうにご回答をいただいていました。ではカンファレンス以外でどういった方法で新たな企業へのコンタクトを行っているのかというような手段ですね、それカンファレンス以外の手段というところに関しての質問に関しては、2019年と2021年でいくつか比較をして動きが見られるところがあります。まず一番の大きな特徴としてはここに矢印を引いているんですけれども、イントロダクション&リスティングサービスがエクスターナルコンサルタントという手段の選択肢、こちらが2019年の時にはもう全体の回答者の1割もいかないぐらいの方しか選択をされていなかったんですけれども、今回は約半数に近い方が選ばれていて、全体で見ると2番目に位置するような形でランキングを上げています。でまたオンラインサーチというところも、前回 24% だったところから 42% に回答される方の割合が上がっております。でこのあたりはですね、皆さんも想像つくところなのかなというふうに思っておりますけれども、なかなか新たな企業と会うことがバーチャルカンファレンスの中では難しくなっている。つまりカンファレンスに実際に直接行ってで、たまたま隣に座ったような話をしてみるであったりとか、ちょっとブースに立ち寄ってみるであったりとか、そういった面談の場所以外で新しい企業とコンタクトを作っていくということが非常に難しくなっている中で、こうしたリスティングサービスだったり、オンラインサーチであったり、もうどうにかして新しい企業、新しいアカデミアとのコンタクトを構築する、そのためにいろんな手段を模索されているのかなというような印象をこの結果から受けました。またこの設問自体は複数選択ができる形の設問となっておりましたけれども、2019年にこの質問をしたときにはですね、全体の 20% のご回答者の 20% のみの方が3つ以上の手段を選択されていました。逆に言うと8割の方々はですね、1個か2個の手段のみを選択されていたという形です。それがですね、2021年になってからは、全体の 63% の方、ご回答いただいた 63% の方が
3つ以上の手段を選択されているというような形になっています。でこのことからもカンファレンスというところだけではなくて、とにかく複数のチャンネルを持って新しい企業とコンタクトできる形を整えていくというようなニーズがより強くなっているというところが伺えるかと思います。はい、ではそういったカンファレンスであったり、さまざまな手段を用いてコンタクトを構築していく際のどういった企業をパートナー対象とされているかというところですけれども、これも全体の順位自体が大きく変わったところというのはないんですけれども、少し微妙な動きが見られるところがございます。まず1位 のとかミッドサイズはバイオテック with late stage or marketed product というところが、前回は2番目に実施しているところが今回1番目に上がっています。またビッグファーマもアーリーステージバイオテックと比べて上位に上がってきているというような動きが見られます。でこのところから今回ご回答いただいた皆さんにとってはとにかく、後期もしくは上市後で、とにかく導入品としてすぐ議論を始められるものについて、探されているパートナー対象として探索をされているという印象をこちらから受けます。また今回2021年は新たな選択肢としてですね、VC ファイナンスというこちらの選択肢を入れております。でこの結果、他のアカデミアだったり、クラスターだったり、製薬企業でない、バイオテック企業でない選択肢の中では VC ファイナンスが最も高いというような形になっております。次にですね、カンファレンスに参加する主な理由は何でしょうかという、これは面談先を選択するときの実際のモチベーションといいますか優先度というところにもリンクしてくると思いますけれども、何が一番優先度の高い理由なのか、面談先なのかというところの質問に関してですね、2019年の時は、9割の方々が、Meet your existing partner ということで、既存のパートナーとの情報交換だったり、フォローアップもしくは現在進行形で進んでいる案件についての議論をする場というような形で、カンファレンスを見ているという方が、ほぼほぼ全体でしたというような形でした。でその次にですね、ディスカワーアロートムニューカンパニーズアザーセンターということで、新たな企業にコンタクトしますというような、目的というところが2番目についているというような形でした。で今回の調査では、前回 67% のところから、トップに上がったところが Meet Unheard Biotech ということで、今まで会ったことない、聞いたことないバイオテックと会う、面談するということが、もうダントツのトップになってきています。一方で、前回、トップになっていた Meet Your Existing Partner というものは、全体の半数以下の方が選択をされていて、47% と。というような形になっています。でここからはっきりと見えてくるのが、バーチャルカンファレンスという中で、実際にあとは直接どなたかに会って、パートナリングの議論を進めていくということが難しくなっている中で、とにかくカンファレンスという場、カンファレンスに限らないと思いますけれども、とにかく、ある場存在している仕組みの中で、とにかく新しい企業と知らなかった企業と会っていくというところがものすごく優先度として高くなっている。一方で既存の常に知っている企業、議論を始められている企業との会議というところに関しては、もうカンファレンス以外の場でもできるところでもあるので、カンファレンス自体の目的としては大きく下がってきているというようなところが言えるかなと思います。これはもしかしたら実際にカンファレンスに参加されて、面談を実施されている皆さん
はひしひしと感じられているところなのかなというふうに思いますけれども、もしかしたらご存知の企業に面談リクエストを出して、いや今回はちょっと目的が新しい企業と会うことなので面談は辞退しますっていうようなお断りのメッセージを受けられた方もいらっしゃるのかなというふうに思っております。こういった形でカンファレンスにおけるその面談先のより専任化といいますか、フォーカスが、新しい企業へのコンタクトというところに集まって集中してきているというところは、ここで言えるかなというふうに思っています。はい、で次に、こちらでは3種類のグラフを並べております。こちらは、カンファレンスの参加によって、効果や成果を感じられていますか。ということと、目的の企業との面談を実施できているかということと、そしてカンファレンス、これら の今までの経験を通して、カンファレンスの重要性は増していますかという3つのカンファレンスに関する、満足度に関しての質問になっています。まず、一番その減少傾向が見られる、そのネガティブな意見の方に偏ってきているように見られるのが、2番目のところですね、目的の企業と面談できていますかと。というものについては、前回と比べて、その面談内容に満足されている方、Always もしくは Most of the time を選択された方というのは、今回 67.6% ということで、前回 の 78% と比べると、10ポイントほど減少してきているというような形です。また最初の左側の質問ですね、こちらは若干、減少傾向にあるという程度ですけれども、カンファレンスの成果を感じられている方も 89% か 81% 若干減少しているというような形です。ただ一番最後の、質問ですね。じゃあカンファレンスの重要性は今後、増していると感じられていますか、もしくはカンファレンスの重要性は御社にとって下がっていますかというような質問に関しては、前回2019年度並みと言えるかなと思います。つまり、より重要になってきているという方が約 44% から 46% くらいと。で、特に変化はしていませんと。重要性が増しているわけでもないし、下がっているわけでもないというふうにされた方は 43% から 46% くらい。で、より重要性が下がっているとされた方は 11% くらいというところは、前回の傾向から割合としてはあまり大きく変わらないかなというふうに思っています。ここは一つここまで見てきたところから一つ言えるのが、カンファレンス、特にこの2年間ぐらいですね、カンファレンスに参加される方々の様相が変わってきたりであるとか、そもそもバーチャルでのパートナリングということでいろいろ過程が変わってきたりということはあるとはいえ、カンファレンスが新しい企業とコンタクトをしていく場のための最も今のところ整備されている重要な場であることには変わりはないので、なかなかその目的の企業と会うというところについて難しさを感じられる面もありながらも、カンファレンスには参加し続ける必要があるというふうに認識されているのかなというふうに考えています。ここからは皆さんどういったところで、パートナリングに関わる活動について、課題を感じられているかというところについての、説問になってまいります。まずはじめにですね、パートナリング活動において最も難しいと感じる点は何でしょうかという点です。これについては2019年から2021年の間で大きくその皆さんのご意見が変わったというところはありませんでした。やはり一番難しいと感じられているところはFind the Companyということで、相手先の企業を探していくというところが非常に難しいです。で、次にSelect the Partnerアグリオフェアタウンジョリングパートナーシップ、オーガナイズデューディリジェンス、そしてアライアンスマネジメントですね、エンジョイサクセスオブザプロレーションという形で、流れとしてはそのパートナリングの入り口のところから後ろのアライアンスマネジメントの方へということで、プロセスの前から後ろの順番で一番皆さんが課題と感じられているところについても優先が変わってくる、重みが変わってきているというような形かなというふうに思っています。ただ一つ2019年から2021年の間で変わったところとしては、こちらの質問も複数回答、可能な質問になっておりますけれども、2019年と比較して、複数の
段階に関わる課題を選択されている方が今回の回答では増えたかなというふうに感じております。つまり、Find the Company のところも難しいと感じられているし、一方で同時に、アライアンスマネジメントのところですね、コラボレーションサセスのところを課題を感じられているというふうに同時に選択されているという方もいらっしゃって、各課題を感じられている箇所というものが多岐にわたるような形なのかなというふうに考えています。次に、皆さんがその年間通じて、参加をされているカンファレンスですけれども、このカンファレンスの参加において、難しいと感じる点は何でしょうかという設問です。これについては、2019年の時にはですね、まずフォローアップがとても大変ですということと、Too many participants with different intentions and profiles ということで、何かしら量に起因する課題というものがトップを占める形になっていました。2021年もそういったトップ2のところに関しては大きな予想は変わらないですけれども、一つ今回ですね、前回と比べて多くの方が回答をしていただいたポイントとして、レベル of info sharing, info shared is too high or generic というものが、上がってきております。でこれに関しては、もしかしたらバーチャルというところも関係するかもしれないですし、もしかしたらカンファレンスに参加される方、カンファレンスに参加する、登録されているアセットの情報というものが荒くなりつつあるというところもあるのかなというふうに思いますけれども、必要な情報が得られて、具体的な情報が得られていないというような、少しフラストレーションを感じられている方が前回と比べて、多かったのかなというふうに考えております。またこれはもしかしたらバーチャルカンファレンスによるそのコミュニケーションの難しさというところがあるかもしれないですけれども、ランゲージバリアというところも上位に上がってきております。またこちらの設問ではその他という形で他に感じられているところがあれば記載いただけるような形になっていたんですけれども、その中で追加で挙げていただいたものとしては、これはバーチャルカンファレンス特有ですね。スケジュールミーティングアクロスタイムゾーンということで時差を考慮したオンライン会議の調整というものが大変ですというご意見もいただきました。でオンライン会議についてはいつでもどこでもできるのでその利便性もありますけれどもここでおっしゃっていただいた通りじゃあどの時間帯にできるのか日本とアメリカだとお互いにビジネスアワーの中でかぶる時間もないのでお互いに早い時間、遅い時間で会議を設定しなければいけないみたいなこともよくあることかなと思いますけれども、こういったところは非常にバーチャルカンファレンス特有の課題かなというふうに感じております。はい、そしてこちらが選択肢の設問としては最後のものになりますけれども、企業やアカデミアとのパートナーにおいてどういったことが課題でしょうかという設問です。でこちらに関しては前回の調査と比べて前のちょうど前のスライドにあったようになかなかその求める情報必要なレベルの具体的な情報詳細な情報にアクセスができないとされる、そういったことに関する課題認識が多く声として挙げられているかなというふうに考えています。今回の調査で最も多くの方が選択された課題というところが Necessary information is not shared or available というものでした。これ2019年の時には全体の3割の方のみが選択されていた設問でした。ここは一つ大きな課題認識の変化かなというふうに感じております。また次がですね、They are local and unknown というところ。これは2019年のところは継続してですけれども、そもそもどんなバイオテック企業が潜んでいるのかというところがそもそもわからないというような悩みというところは、これ継続してあるかなというふうに思います。また、これは非常に象徴的かなというふうに見ているんですけれども、Tech transfers are not always effective to make information available.ということで、一番上 の, その必要な情報を取得するというところに関して、テクトランスファー、TLO の方から得られる情報について、少し課題認識を感じられている方というところが今回増えたのかなというふうに思っています。これと類似の選択肢として、クラスターからの情報取得が
効率的でないというような選択肢もあったんですけれども、こちらを選んでいる方というのは全体の2割程度でして、テックトランスファーと、まあ、クラスターというところから出ると、その相対的に TLO からの情報取得についての満足度というところが少し低いのかなというのいうような印象を受けております。まあ、一方で2019年の時にはですね、ラクオビジネスフォーカスをバイオテックというものを選ばれている方も4割、全体の4割いらっしゃったんですけれども、今回はどなたもこの選択肢は選ばれていませんでした。これも大きな変化かなと思います。はい、あとはこちら の設問でもその他のご意見もいただいております。この中ではですね、パートナーシップに求める本音と建前ですね、スーパーフィシャルプリンシパルとトゥルーインテンションというところのギャップというところが交渉を進める上で、もしくはアレンジを進める上でちょっと妨げになってきているという意見であるとか、企業に目的の企業に会えたとしても正しい担当者に行き着くのが難しいというような声もこちらでいただいております。はい、この事前サーベイの最後にはですね、フリーコメントという形で、皆さんから最近感じられているパートナーリング活動に関しての、課題や、近年の、状況についてちょっと注意記載くださいというような質問を設けさせていただいたんですけれども、その内容をですね、3つ、ポジティブなものとネガティブなものと、あとはその他ニュートラルなものという形で、3つに分けてここに整理をしております。パッと見た感じ、ネガティブな青いところが多いなという形なんですけれども、まずポジティブなものとしては、オンラインでのパートナー活動が中心となって、興味あるアセットを有する企業にアクセスしやすくなりました。ただ、まあ、これの表裏一体となっている、まあ、ネガティブな面でも考えられますけれども、まあ、そのために以前よりも他社との競合が激しくなったかもしれないというようなコメントをいただいています。そして、ネガティブな視点というところですね。これはまず最初のところから見ていきたいと思いますけれども、バーチャル開催になってカンファレンス参加企業は2割くらい減少しているのではないかというところですね。これ今日のこの後のアジェンダで実際にこの内容について詳しくちょっと検証していきたいというふうに思っています。また後期開発品を有する企業数が限られていて、ありのものが多くなっている印象です。すぐに協業開始できるような企業との出会いが減ったという印象を受けているという方が、これいくつか同じようなコメントをいただいています。そして、これは特にこの近年のところでしょうか、パートナーリング活動がちょっと機械的になりすぎているように感じるということで、こちらもネガティブなところということをコメントいただいています。そして、この1、2年はオンライン開催ばかりのためネットワーキングの機会が減ってしまった。これは非常に皆さんいろいろな会話の中であるところですね。どんなにこう、バーチャルだったりデジタルのソリューションを尽くしていたとしても、なかなかそのセレンディピティといいますか、偶然誰かと会うという場を作るというのは非常に難しいということで、これはずっと対面でのカンファレンスということをの中でネットワークを作ってきていた、その習慣の中でかなり難しい変化かなというふうに思います。それから会社のクライテリアがあったのかもしれないですが、カンファレンス以外にも評価すべき案件を減っているということで、これはもしかしたらパンデミックとどこに関わらず少し長期的なトレンドなのかなと、トレンドに対するコメントなのかなというような認識ですけれども、全体的にその今まで持っていた従来の、探索評価のターゲットと、実際にパートナリングの場合に出てくる、アセットにがなかなかこう合致しないというところが一つ課題として認識されているのかなというふうに考えます。またその他の視点ということで、カンファレンス参加企業の種類や人数など変化があるかを知りたいということで、実はこちらのコメントにお答えしてですね、今回次のアジェンダということで、バイオカンファレンスの人数プロファイルの変化というところを特に見ていきたいというふうに考えています。また契約交渉以降、アライアンスマネジメントというところでは、契約締結というのはあくまでもスタートであって、その締結に至る過程から
達成したいゴールを共有して相互理解を行うことが非常に重要であるということで、今回のここのサーベイではですね、探索評価というところにある意味フォーカスをした形で、ご回答いただきましたけれども、その先のカライアンスマネジメントというところを念頭に置いた、ディールの段階、契約交渉の段階をどういうふうに進めていくかというところも一つポイントであるということでコメントをいただいています。また能動的なアライアンスマネジメントというところが、実際のこのアライアンスパートナリングをして、アライアンスを成功させるための不可欠な要素だというところもこちらコメントいただきました。はい、ここまでが皆さんにご回答いただいた内容の、調査、まとめ結果というふうになります。全体の所感としまして、コロナ禍においてバーチャル化されたことではだけがもしかしたら理由ではないかなというふうに感じますけれども、パートナリングの場に出てくる、企業であったりアセットということが少しずつ変化している、特にアーリーなものに変化しているということで、従来のターゲットや探索の仕方はなかなか物が見つからないという状況に直面している、結構長いからですね、直面している企業もあるのかなというふうに感じております。また前半の方の分析結果があったように、複数のチャンネルを活用していろいろな方法で、コンタクト先を探していかないと、なかなか潜在している新興企業、アカデミアを探索するということが難しくなっているというところもあって、そういったサービスに対しても注目が高まっているというふうに言うのかなというふうに思います。あとはコミュニケーションの難しさという意味では、特にバーチャルであると対面での会議もいろいろな得られる情報の質についてもある意味下がってきてしまうという特性がありますので、その場においていかに必要な情報をやるかという動き方、振る舞い方というところも鍵となっていくというふうに考えられるのかなというふうに考えています。ここで得られた皆さんのご意見をもとにしてですね、じゃあカンファレンスの参加企業のプロファイルというものがここまで、じゃあ実際に実際の数字としてどう変わってきたのかということと、じゃあこうした環境の変化の中で、その環境の変化に流されることなく仮想を停滞させないために、どんな新たな取り組みが各企業行われてきているのかというようなケーススタディをこの後お話をしていきたいと思っております。はい、ここまで、4つのうちの最初のアジェンダですね、全サーベイについて の分析結果となりますけれども、何か、ご質問があればお受けしたいと思います。今、チャットボックスの方を確認をしておりますが、こちらの方にはご質問は、いただいていないようです。何かご不明な点、ご質問等ございますでしょうか。それではですね、ご質問出ていないようですので、先の次のアジェンダに進めていきたいと思います。はい、本日、2番目の、アジェンダです。トレンドアナリスバイオパーティペーショントレンドということで、先ほどのサーベイの結果でコメントもいただいておりましたように、2019年以降どういうふうにそのカンファレンスの参加企業が変わってきたのか知りたいというようなご意見もいただきましたので、実際のデータを取って少し比較を行ってきました。はい、まずどういった中身での分析を行ってきたのかというところなんですけれども、データソースとしては皆さんバイオコンベンションでお使いをいただいているワンオンワンパートナーですね、こちらに登録されている企業の、プロファイルおよびアセットのプロファイルをデータソースとしております。分析対象のカンファレンスとしては2019年、2020年、そして2021年の6月に行われている、バイオの3回の、カンファレンスを対象としました。でこの3カンファレンス分でデータボリュームとしては1542企業、2129アセットが対象となっております。
ではまず全体の動きから見ていきたいと思います。参加企業数というところからですね、お伝えをしていきたいと思います。2019年、2020年、2021年と比較しますと、2019年の、バイオカンファレンス、こちらは、フィラデルフィアだったかなというふうに記憶しておりますけれども、この時、過去最多企業が参加をしております。で、それに比べて、2020年、2021年は2019年比で、80%にとどまるというような形で、大きく参加企業数自体が減少しているというような形で、大体3200企業が去年と今年の、バイオデジタルには参加しているというような形です。で、この中でですね、このオレンジのところで示されているものが、その年のバイオコンベンションに向けて、101に登録された企業、つまりその前の、101カンファレンスではまだ登録されていなくて、初めてこの年の6月のカンファレンスで登場した企業という新規登録企業の割合です。で、これが2019年の時には、22.7%の企業全体に占める割合でいましたけれども、2020年の時には21%、2021年の時には17%、18%ということで、少しずつですね、全体の、参加企業数における、新しい企業、今まで見たことなかった新しい企業に、出会える確率、その登録企業数というところが減ってきているというような傾向がこちらで見て取れます。では、じゃあこの全体の参加企業数の中で、じゃあどういった種類、タイプの企業が参加しているのかというところを、今度は企業のサイズ、規模と年数というところから少し見ていきたいと思います。はい、まず左側のスライドですけれども、こちら先ほどお示しした全参加企業を従業員数で少し色分けをしております。オレンジ系の色合いのところがですね、企業の従業員数が200名以下の企業ということで、規模として比較的小さい企業ということになります。で、そういった比較的規模の小さい企業の割合、2019年は59%で、2021年は約60%ということで、まあ、若干増えてきているというような形になっています。ちなみに、この中ですね、グレーになっているところは、企業の、プロファイルとして登録がなかったもので、ここに関しては、ブランクという形で、指定をしております。はい、次に、じゃあ、今度は企業の、年齢、年数という形で、どういった企業が参加しているのかというところを見ていきたいと思います。こちら、今度はオレンジ系の色合いになっているところが、そのカンファレンスの実施当時に、設立年数から10年以内だった企業です。2019年から振り返っておりますので、約2000年代当初に入って設立された企業というふうに、見ていただければいいかなというふうに思います。で、そういった企業の割合が2019年の時には全体の38%、2020は39%、2021では4割超えということで、ここも若干増えているなということで、ものすごく全体の、企業数の中で大きく割合が増えているというわけではないというところまでは、ここで見れるかなというふうに思います。今度は別の、切り口としまして、じゃあ、どんな地域の企業が参加しているのかというところについても、ちょっと推移を見ていきたいと思います。全体の企業としてはですね、最も大きな割合を占めるのは北米の企業になります。で、地域の割り方としては、北米、ノースアメリカ、ヨーロッパ、東アジア、そしてそれ以外の企業という形で割合を示していますけれども、北米のから来ている、アメリカとカナダで数えていますが、の企業が全体の5割以上と、半数以上ということで、全体の大きな部分を占めているというような形です。ただ、実際の、割合ないしは数を見ていきますと、2019年からが、2125企業、参加していたところに関して、
2021年は1678企業ということで、参加企業数、数自体はですね、減ってきているというような状態になっています。で、一方、元気といいますか、活況なのは東アジアですね。東アジアは参加企業数順でいくと、韓国、日本、中国、台湾、香港から、参加している企業の数を数えていますけれども、これは2019年から2021年で数が増えております。で、その中で全体の参加企業数が減っている、全体の母数が減っているということもあり、東アジアの企業の全体の割合というところは、もともと10割程度だったところが今 16% ぐらいまで全体に占める割合が増えてきているということがここから分かります。まず、ここまで簡単にですね、どういったプロファイルの企業が参加しているのかというような話を見てきましたけれども、じゃあ次にアセットという観点で、どういったタイプのアセットが登録されてきているのかというところを見ていきたいと思います。まず、具体的な詳細に入る前に、どういったものを対象にして、分析をしたのかというところですけれども、今回のアセットの内訳の分析としては、スモールモレキュール、または、アンタイボディプロテイン、ペプチドをアセットタイプとして選択されているアセットに絞っております。で、この2つの種類ですね、アンタイボディ、プロテイン、ペプチド、これは1つの選択肢の1つのアセットタイプですけれども、この2つを合わせますと、全体の5割以上を、全体登録されているアセットの5割以上を占めるような形になっています。で、それがこちら の, グラフで示しているものですけれども、スモールモレキュールを選択されているものが、どの2019年が2021年のどの年でも約3割、アンタイボディに関しては2割以上ということで、この2つを合わせていくと、半数を超えるということで、この2種類のアセットタイプに絞った形で、全体の傾向を今回は見ております。なお、こちらに示しているグラフというのは、トップ11アセットタイプということで、この11種類のアセットタイプを合わせると、全体で登録されているアセットの9割を占めるというような形のアセットを上から順番に並べています。でこちらから見て取れるのは、アセットタイプ自体ですね、登録されているアセットの種類自体は、全体の割合としては大きく2019年から2021年の間では、大きくその逆転が起きているものというのはなくて、基本的には最初の前述の2つのアセットタイプが大きなフォーカスになっているということは分かるかと思います。はい、では、そういったアセットについて、全体の登録のアセット、およびその割合というところがどういうふうに変化してきているのかというところを見てみたいと思います。まずアセットの登録総数というところからですけれども、登録している企業自体が減っているというところもあって、それと比例するような形で、2019年は2139アセットあったところから、2021年は1905アセットということで、大体 11% ほどですね、2019年と2021年を比較すると減少しているというような形です。で、数でいうと大体230件ぐらいですね、減少しているというような形です。はい、ですみません、一つ補足を忘れましたけれども、このアセット数えているところは、スモールモレキュールアンタイボディプロテイン、ペプチドで、ディスカバリーステージについては除いております。なので、フェーズ対象としているフェーズとしては、プレクリニカル以降ですね、のアセットの数は2139件から1905件に減ってきているというような全体の数の合計ということになっています。でこの中で、今度はここでのオレンジ系の濃いオレンジ、薄いオレンジ、この色合いの部分の反連のところが、プレクリニカル、それからフェーズ1のものですね、POC 取得前のフェーズのものというような形になっておりますけれども、このアーリーフェーズに、として登録されているアセットの数というものは全体の中で、増えてきているというふうに言えます。2019年の段階では、全部で1267アセットがこういった POC 前のアーリーフェーズになっていて、全体の割合でいうと約 60% でした。
2020年はそれが 64% になっておりまして、2021年は 65% まで増えています。でこれは割合がですね、そのアセットの数が増えたから、すみません、アセットの数が減ったので、割合が相対的に増えているというわけではなくて、アセットの実際の登録されている純粋な数としましても、2019年は1267アセットに対して、2021年は1240アセットということで、ほぼほぼ2019年と同量のアセットが2021年でもそのアーリーのものに関しては登録され続けているということがこちらからわかります。でこちらのところからです、先ほどの前のアジェンダでアーリーのものが増えているという体感ですというふうにコメントいただきましたけれども、これはまさに皆さん感じられている、で実際にワンワンの中で見られている通りで、全体で占めるアーリーのものの割合というものは大きく増えているというふうに、これからもおそらく増加していく傾向にあるのではないかというふうに言えるのではないかなと思います。はい、では先ほどの企業と同様にですね、アセットに関しても少し地域という観点で見ていきたいと思います。どういった地域から参加している企業からどんなアセットが登録されているのかというような見方ですね。これもスモールモレキュールとモレキュールアンタイボディプロテインペプチドの PC 以降のフェーズにフォーカスをしております。で対象として比較と対象としている地域としては3つの大きな地域ですね、北米、ヨーロッパ、東アジア、この3年間を比較しています。で北米からのバイオテック企業の登録というのは皆さんご存知のとおり最も多いですので、その北米の企業から登録されているアセット数も絶対数は多いと、一番トップであるということはここから見ると思います。ただし参加企業数が減ってきているという中では、それに準じてですね、アセットの数も減ってきているというような形です。一方で、ヨーロッパのからの参加企業というのは、バイサイド、このどちらかというと、インライセンシングとして参加されている側の企業が全体の傾向として多いというところから、そもそもその登録されている、ヨーロッパの企業から登録されているアセットというのは、全体の絶対数で見ても非常に少ないというようなところです。一方で、先ほど東アジアの企業の登録数が増えていますという話をしましたけれども、東アジアの企業から登録されているアセット数というものも若干の増加傾向にあります。2019年の時には全574アセットだったところが、2020年は621と少し増えまして、2021年も605アセットというような形ですと。でその中で、フェーズという観点でも POC 前のアーリーステージのものというものが2020年それから2020年ともに7割全体の登録されているアセットの7割を占めているというような形です。まずはカンファレンスのデータを使っての簡単ないくつかのシンプルな切り口での分析という形になりましたけれども、皆さんこちらも実際に見ていただいて企業数を見ていただいてご存知の通り、カンファレンス参加企業数というのは減少傾向にあります。あとそれは全体の総数だけではなくて、新たに登録して新たにカンファレンスに来始めたパートナリングをやり始めた企業というものも減少傾向にあるということが今回分かりました。またその参加企業自体が少なくともこの2年間で減ってきているという傾向の中で、アセット数自体もそれに準じて、若干減ってきていますということは分かります。ただしその中でアーリーの段階のアセット数というものの割合は増えていますし、実際の純粋な絶対数としても2年前並みをずっと維持してきているということが今回分かりました。でその中でスモールモレキュールアンタイボディープロテインペプチドに今回着目しましたけれども、東アジアの参加企業からの登録というところが増えている、もしくは2019年並みを維持しているということが分かりました。一方で北米だったり欧州企業が、このバイオ6月のバイオカンファレンスにて登録するアセットというのも少し減ってきているというようなことが分かります。
こちらまとめていきますと、カンファレンスへの参加企業は減少していますと。で、コメントにもありましたとおり、体感で2割ぐらい減ってきているんじゃないかというのお話もありましたけれども、じゃあ、そういった企業ですね、カンファレンスに来なくなってしまった企業に対して、じゃあ別の手段でどういうふうにアクセスをするべきか、そういった代替手段というところについては、カンファレンスへの参加と並行しながら、各企業が獲得をしていく必要があるのかなというふうに、今回の調査結果を見て感じているところです。また、東アジアの参加企業の動きというところは、これからも一つ新たな動きとして着目して見ていくべきトレンドなのかなというふうに考えております。はい、ここまでですね、バイオカンファレンスという登録企業の情報を見ながらですね、分析を見てきましたけれども、この内容に関して何かご不明な点等ございますでしょうか。まず、チャットボックスに、入れていただいた、質問を見ていきたいと思います。はい、これはあれですね、おそらく前のアジェンダの、に関するご質問かなと思いますけれども、本堂さんありがとうございます。海外ユーザーとの比較データはございますかということで、はい、今回 の, パートナーに関する所感というところに関しては、お答えするとありません。なぜかと言いますとですね、こちらの、パートナーリングに関する所感というものは、2019年のこのジャパンコミュニティイベントから日本独自で、行ってきている調査でして、今のところ日本の皆さんのお客様 の, データのみあるという状態です。ただ今回 の, 比較分析の結果を見ましても、弊社内でもですね、視点として今回のマーケットというところ、マーケットの動きを探る意味でも非常に重要な視点かなというふうに考えておりますので、ぜひちょっと今回のお声をいただいてですね、欧米企業も交えたような全体のカンファレンス、すみません、パートナリングに関連する所感だったり課題の変化というところに関して追っていけるような調査ができるといいなというふうに考えております。はい、他に、皆さん、ここまでの2つのアジェンダですねについてコメントございますでしょうか。はい、2つ今質問いただきました。北米からの参加企業は年々減少している背景について、どのように考察されていますかということですね。はい、ありがとうございます。一つは2019年、それから2018年の時に のカンファレンスまで振り返りますと、特に2018年の時は、ボストンだったかなと思いますけれども、その時には、ボストンの現地のバイオテック企業の参加が非常に多かったというデータが出ております。で、2019年の時はフィラデルフィアでしたけれども、そういった形で現地で、例えばクラスターと一緒にまとまって、参加するような企業が多かったのかなというふうに考えております。一方で例えばアジアから参加する企業というのは仮に参加費というものがアカデミアに対して、少し、少ない形でだったとしてもなかなかその現地に参加するのは難しかったというところが、ある意味晴れて、デジタルになったことで遠方から参加しやすくなったというところがある意味アジアからの参加企業が増えているというような傾向について一つの理由なのかなというふうに考えております。ということで、すみません、コメントのいただいたご質問の方に戻りますと、北米からの参加企業というところに関しては、実際の現地に行われていたことで、モチベーション高くですね、参加されていた企業というものが多かったところが、デジタル化されたことによって、わざわざカンファレンスに行かなくても、クラスターに例えば、情報を集約して、クラスターから参加し情報を他のところで、紹介してもらうというように、で、カンファレンスに参加しなくても良いというような理由ができてしまったというところが、一つの理由なのかなというふうに考えております。はい、次ですね、3つ目、これは、コメントですかね。はい、ありがとうございます。セルサイド、バイサイド、それぞれどのような感覚なのかと思いました。ありがとうございます。ではコメントいただきました。はい、ありがとうございます。他に、皆さんいかがでしょうか。コメントをいただければと思います。
はい、それでは次の3つ目のアジェンダに移っていきたいと思います。はい、ここまでですね、2つのサーベイということで、コミュニティイベントにご参加いただいた日本の国内の製薬企業の皆さんのご意見ということと、バイオに参加している企業のプロファイルということで、2つの観点で、2019年から2021年という3か年の中で、どういうふうに状況が変化してきたのかということを見てきました。でこの変化にはもちろんパンデミック以外の要素による変化もあると思いますけれども、一方で、やはりパンデミック、コロナ禍という特殊な状況というものが大きく傾向の変化に影響したということも想像できるかと思います。でそうした状況の変化に対して、機敏に反応して、新しい別のパートナー活動の取り組みを行われている企業の事例についてお話をしたいと思います。ピアファブル社のプライベートパートナリングイベントという取り組みです。はい、まず今回の取り組みが出てきた背景として、やはりバーチャル化されたこの、パンデミック下において、パートナリング活動がバーチャル化されてきた、その中で探索評価の質と量をいかに維持するかというところが一つ大きな課題としてあります。これも皆さん実際にひしひしと感じられているところかなと思いますけれども、バーチャル化されたことによってメリットもありますけれども、マイナスの影響としては、今まで見てきたように、カンファレンスであったり、カンファレンス以外の今まで通常通り行われてきたパートナリングのさまざまな活動の中で、そこに出てくる企業の変化というものが変わってきた。でどういうふうな企業と出会えるのかというところが予測不可能になってしまったというところが一つあるかと思います。またここも繰り返しになってしまいますけれども、偶然新しい企業に会うというようなセレンディピティが生まれにくくて、新規コンタクトの物量自体が下がってしまう。でまた新規コンタクトとの出会いだけではなくて、既存のコンタクトのとの既存案件に対するコミュニケーションについても質が下がってしまって、その案件の交渉であったりとか議論といったところの進捗に影響が出るというところも重要なコミュニケーションに対する課題として感じられているところかと思います。その中でですね、ピアパブ社はその一つの解決策として、プライベートパートナーイベントのデジタル開催というところを意思決定されて、2021年の2月に行われております。この背景にある危機感としては、今までやってきたパートナー活動をそのままデジタル化しただけのものを続けていて本当にいいのかという危機感ですね。でこの彼らはこの意思決定をしたタイミングの前後にですね、JP モルガンがあったんですけれども、ただJP モルガンを今までの例年通りに多分デジタル版で準備を進めていく中で、思うような企業との面談ができなくなったり、なかなか各進捗中の案件というものも思うように進められないというような、ある種ジュレンマを感じられています。まずそれとは別に、そもそも全世界的にこうデジタルシフトの流れがあって、よく日本でもこう DX という言葉が聞かれるようになって久しいですけれども、そういったデジタルシフトの潮流における、じゃあ自社としては何をデジタル化していくのかというところの方向性の模索というところも背景にあったというふうに聞いています。で、その解決策として、じゃあ自社専用のデジタルパートナリングイベントを開催するということ、これを CEO 判断で実施するということになりました。でこの主な目的としては、まず一番目に挙げられるのは、実はまず現行案件の議論をしっかりと加速化しましょうというところが一番の目的となっています。新しい案件を導入探すというよりも、まず一番に来るのがしっかりと今進めている案件を進めましょうと。でそのためにピアファブ社のエグゼクティブの時間をコミットして、そのエグゼクティブ意思決定者と会えますよという場を設定することによって、面談を実施してもらおうと、そして議論を加速化しましょうというところが第一の目的になる。でもちろん2番目には今まで、見たことない、アセット、会ったことない企業とあって新規導入案件を探索していくというところがあります。でその副次的な
効果を狙ったところとして、グローバル全体のですね、日米ですね、アジア、欧州、アメリカのグローバルコネクションの強化というところもありますし、またこういったイベントを実施することによって、ピアファブ社がパートナーに積極的な企業という認識をされるというようなブランディングとして の効果も狙っているというところもありました。はい、でそのバーチャルパートナーメントを実施する上で、IT のプラットフォームとして、選定いただいたのが、ワンオンワンパートナーのプラットフォームになります。こちらの普段ですね、カンファレンスにご参加いただいている方、皆さん使っていただいているものですけれども、これをバイオのような大きなカンファレンスだけではなくて、各社がプライベートで行われるパートナリングイベントのプラットフォームとして、活用いただくというようなケースになっています。で、2020年からはバーチャルカンファレンスに対応できるような形になっていますので、Zoom の、ミーティング機能があって、また自動スケジューリング機能があるので、手動で、スケジュールを合わせるという必要もなく、またイノバプラットフォームを使っていただいている皆さんとしては、面談した企業の面談記録というものをイノバプラットフォーム自動に、で取り込めるという機能がありますので、そういった部分に関しても省力化を図れるというところがあります。まあ、こういったツールの活用を通じて、先ほどあったようにデジタル化を社内で加速していくという取り組みとしても一つ扱われているというような形になっています。はい、でプラットフォームが決まったからといって、そのまま自然に動くわけではなくて、いくつかこういったプライベートパートナーリングを行っていく上ではやらなければいけないことがありますので、どんな活動をメインにしてこのイベントを実施してきたのかということを、少しお話をしたいと思います。3つの大きな取り組みがあります。1つはプロモーション&リクルーティングということで、何も各にも参加企業、イベントにいないとイベント成り立ちませんので、参加企業を大きく募るということで、プロモーションの活動を一つ重要な点として行われています。またもちろん、ワンオンワンのプラットフォーム側のセットアップというところもありますので、この技術的な対応、そして、実際のイベントの日付が決まっていますので、そのためのプロジェクトマネジメントというところもあります。上から順に見ていきたいと思いますけれども、まずプロモーション&リクルーティング、これは実際のイベントを成立させるために非常に重要で、かつ時間がかかるものになりますので、意思決定、イベントの開催の意思決定がされてからすぐ行われたものになります。で、行われたこととしては、単に既存のコンタクトの方に声をかけるだけではなくて、今までコンタクトがなかったピアファイブ社の方が連絡先を知らない層にもイベントを実施しますよということを届けていくというための活動を行っています。で、そのためにデジタルメディアキャンペーンというふうにここに書いてありますけれども、例えばファースバイオテックだったり、リンクドインを使って PR 活動や、リンクドインのリンクドインアーツという広告の活動などもありますけれども、そういったところを使って、ピアファンド社が行われるこのイベントについて、周知をいろんなところにかけていったというような告知の活動をしております。まあ、このためには、もちろん必要なコンテンツ作成というものもありますので、バナーを、例えば作ったりとか、申し込みのフォームを作ったりとか、これ、ランディングページになりますけれども、そういった活動も並行して行われています。一方でもちろん既存のコンタクトの方への連絡ということも行われていますので、ここにはバイオクラスターを通じてバイオテックの方に声をかけてもらっているというようなことも含まれています。で、ワンワンパートナリングの方の技術的な設定というところでは、皆さんいろいろなカンファレンスに参加されると、例えばロゴが違ったりであるとか、色合いが違ったりであるとか、いろんなものを見ていたりとかあるかなと思いますけれども、そういった企業の開催、主催企業のロゴだったり、そのイベントのロゴだったりというような、ブランディングという観点でカスタムデザインというものもできると思います。また、面談時間も通常皆さんカンファレンスで行われるものは30分ですけれども、30分から90分の間で、このパートナリングイベントでは、その面談の内容に合わせて、1時間半まで拡張するというようなオプションを持たせているものになっています。また一つ、このパートナリングのプラットフォームの特徴としては、参加企業がどういった企業と面談できるのかというものを選択できるオプションがございます。
今回のこのピアファブル社のパートナリングイベントでは、面談各参加した企業というのは、ピアファブル社とのみ、面談が設定できるというような形になっています。ですが、これはオプションですので、本当にそのパートナリングのコミュニティという形で、成立させるという目的があったとすれば、ピアファブル社だけと面談をするということを制限をかけなくても、その参加企業同士で面談をできるような形に設定するということも、ワンワンのプラットフォームでは可能になっています。ここはイベントに対する目的の違いになってくるかなと思います。で最後、の要素はプロジェクトマネジメントですね。こちら のイベントはタイムラインとしてはかなりタイトなものになっていました。意思決定、このイベントをやりましょうというふうに意思決定されたのが2020年の12月の初旬です。で、12月の中旬からプロモーションを開始して、2021年の2月の頭、1日から3日の間でイベントを開催するということで、まあ、非常にタイトなタイムラインになっています。でその中でですね、祝日の期間、クリスマスだったり年末年始休暇というのを挟んでいますので、実質まあ2ヶ月ない中での準備期間だった。で、さらにこういったイベントの開催ということになってくると、普段そのパートナリングをやられている方だけでは進めることが難しいので、例えば IT 部門の方だったりとか、先ほどあったようなコミュニケーションの部分では PR 部門、の方々にも参加をしていただいてご協力を仰がなければいけないというところがあります。まあ、こうでさらにワンオンワンのパートナリングという意味では弊社ですね、もう参加して複数部門と複数企業がまたがる形での、プロジェクトマネジメントというところが、要素として非常に必須になってくるところになっています。また地域としても北米、ヨーロッパ、アジアということで拠点を持たれていますので、その3地域での動機、動き、進捗の動機というところもポイントとなってきます。で、その実際にイベントを実施したその成果というところですけれども、まあ、非常にポジティブな形で終われている、終了することができているイベントになっています。全体の面談数としては目標を超える90面談以上設定できています。でここにはまあバーチャルのある意味強みを生かして、時差を生かして、ヨーロッパでいう朝の時間帯にアジアの企業で話して、夕方には北米の企業で話してというような形で、まあ、柔軟に多くの面談を確保できたというところがあります。でこれ3日間で90面談なので、かなり多くの面談、タイムソルトをうまく生かしてですね、設定できたのかなというふうに思います。でこのイベントの取り組みに対して参加者、それから非参加者、参加できなかった企業からも、これは非常に先進的な取り組みだよねということで、大変ポジティブなコメントを反応いただいたと。でこれは、まあ、ブランディングという、パートナリング積極的な企業のブランディングという意味では、非常に成功しているところなのかなというふうに思っています。また最後の3つ目の点ですね、トップマネジメントの参加することによって、直接議論を進めることができるので、進行中の案件を大幅に進捗することができたというような、実際、具体的な効果、パートナリング活動に対する具体的な効果も出てきています。このイベントがこの2月の頭にあるということで、ある意味、社内 その評価活動についても、このイベントを目指して準備することができるし、一番その、極端な例では、このイベントの2ヶ月前に評価を始めたディールが、イベントの1ヶ月後には契約がサインできたみたいな例もあったそうです。ある意味、このイベントがパートナリング活動全体のブースターとなって、年間の成果につながるような貢献になったのかなというふうに考えています。もちろん初めての取り組みですので、改善点というところもいくつかございます。で主な改善点というのは、まあ、時期、タイムラインに関するものですね。先ほど準備期間が2ヶ月弱だったというようなお話をしましたけれども、単純にスケジュールがタイトで忙しいというだけではなくて、参加者の招致、プロモーションというところには、ある程度の時期を確保することが必要になります。で特にバイオクラスター、の方を通じて参加招致取りまとめしていただく場合には個人の企業に個別の企業に声をかけるよりも時間がかかってしまうものになりますのでよりそういった参加企業が準備できるようなタイムラインを設定するということが非常に重要だというここは反省点になっています。
また招致や候補のタイミングというところも、まあ、ちょうど12月中旬といいますと、まあ、クリスマスのような年間行事だったりとか、それから JP モルガンのように年明けに控えているイベントもあって、さまざまなイベントの広告だったりとかコミュニケーションというところに紛れてしまうというリスクもありますので、こういった招致のタイミングというところも一つポイント、招致をかけていくポイントというところも見直しのポイントかなというふうに考えられています。まあ、こういった反省点というところを生かしてですね、今年は、今年じゃないですね、次の開催になりますので、2022年になりますけれども、これは、2022年の3月中旬に、行われる予定に今なっております。はい。では、そうした初めてのイベントの取り組みでありながら、全体的にポジティブに終われたこのイベントですけれども、何が主要成功要因だったのかというところをこちらにまとめております。で、一番に挙げられるところは、トップマネジメントの方のそのコミットですね、そして時間の確保というところがあります。で、何よりもその意思決定者に直接会って話ができますよというところが、そのこういったイベントに、個別のイベントに参加するという意味でのバーテックの方を動機づけるための最大のポイントとなってきますので、トップマネジメントの方、意思決定者の方がしっかり時間を確保して面談に参加できるというところが非常に大きなポイントになっています。またこうしたコミットがあることによって、コストであったり、時間で工数であったりといった投資に対してもトップダウンでの承認が得られやすいというところも一つポイントとしてあります。で、また先ほどプロジェクトには複数の異なる部署が参加しているというお話をしましたけれども、そういった複数部門間にわたる取り組みの中でのリソースの優先確保というところも効いてくる要素なのかなというふうに考えています。またバーチャルイベントの開催ですので、技術的リスクがないようなカンファレンスツールを使うということ、つまりゼロから作っている、どうしてもいろいろなシステム上の問題というところも考えられますので、技術的リスクがないものを選んでいくというところも一つポイントになります。そして最後、これは面白い視点なのかなというふうに思いますけれども、不参加の企業だったり、結果的に面談が成立できなかった企業に対する適切なコミュニケーションというところが重要な成功要因として挙げられています。で、これは今回こういったある意味面白い取り組みの機会をメリットを享受できなかった企業に対して主催者として、クリアのコミュニケーションをする必要があるということで、これは今回の活動がブランディングとしても重要であるということの大きな表れなのかなというふうに考えています。はい、ここまで、ビアファブル社の、プライベートパートナーイベントの取り組みとしてどんな活動を行われてきたかというお話をしてまいりましたけれども、ここまで、何かご不明な点とございますでしょうか。ぜひチャットボックスの方にご質問をいただければと思います。少しお待ちをしたいと思いますが、はい、大丈夫そうですかね。最後、次のアジェンダの最後にが最後になりますけれども、その後に最後まとめて、Q&A の時間も設けておりますので、何かありましたら引き続きチャットボックスの方にご質問いただければと思います。はい、それでは、こちらが最後のアジェンダとなりますけれども、今日ここまでですね、皆さんのそれぞれのカンファレンスだったりパートナリングにまつわる環境の変化、状況の変化というものを見てきました。それらを踏まえてですね、弊社 のソリューションとして今後、ね、どういったロードマップを描いているのかというところをお話しできればというふうに思っております。はい、まずこれは、リマインドというような形になりますけれども、現在弊社が、ご提供しているソリューションの全体像になります。本日実際に我々のプラットフォームをお使いいただいている顧客企業の皆さんも、それから、導入をご検討の皆様もご参考いただいておりますけれども、
皆様お使いいただいているプラットフォームというのは、今までディールズ&アライアンスと呼んでおりましたけれども、本年度より、イノバパートナリングプラットフォームないしは、イノバ PRM と略してですね、PRM というふうに呼んでいる、パートナリング活動の、情報をトラッキングできるマネジメントツールというものが我々のメインのソリューションというふうになっております。本年度、このアドインという、アドオンというような形のツールで、PCDA の段階にフォーカスをしたリードスペースというツールをリリースをしております。こちら、この後ですね、詳しくお話をしていきたいと思います。でこういった、マネジメントツールですね、新しいものが入っていくときの、その案件のやり取りをマネジメントしていくツールの一つのインプットとして、これもアドイン的なツールですけれども、オポチュニティポータルというツール、こちらを持っております。こちらは何かと言いますと、御社の、皆さんの、そのウェブサイト上に、いろいろなアセットの、外部の研究者の方とか、他の企業の方からの、ご提案だったりとか、パートナーに関するお問い合わせというようなフォームだったり、メールアドレスを設けられている方、大変多いかなと思いますけれども、そういったところから上がってくる案件というものを吸い上げられる機能という形になっております。普段手動でですね、どなたかご担当の方が割り振られて、メールを転送されたり、システムをまとめ直されたりされているところを、自動化する仕組みという形になっています。また別のアドオン機能としましては、非常に重いプロセスであるデューデリジェンスのところを保管するため の, アドオンツールとして、デューデリジェンスというモジュールも持っております。で今申し上げた4つのところが、パートナリングの管理というところに関するソリューションということになりますけれども、先ほどの前日のペアファブル社の、事例のケースにあったように、イベント関連の、ソリューションについてもいくつかご提案しております。一番皆さんが普段お使いいただいているのが、ワンオンパートナリングプラットフォームということで面談を設定するプラットフォームですけれども、このプラットフォームを活用して、先ほど申し上げたような各社のプライベートイベントという形でも、このワンオンをご利用いただける形を、サービスとしてご提供しております。また1月に JP モルガンありますけれども、JP モルガンも昨年度よりデジタル化されてきている中で、JP モルガンで実施する面談を管理でき各社で管理できるプライベートスケジューラーというワンオンワンをまた発生して使った形でのサービスというものをご提供しています。最後に、一番下のこの紫の箱のところですね。これはシステムではなくて、我々のカスタムサービス、コンサルティングサービス、いうような形になりますけれども、パートナリングインテリジェンスというサービスですね。こちらは、例えば、JP モルガンであったり、もしくはプライベートイベントを実施するときに、ある決まった、要件、例えば、オンコロジーのこれこれこういった企業とコンタクトを取りたいであるとか、JP モルガンで、じゃあ、これこれこういった疾患領域での、今隠れている企業はないかというものをリストアップしたいと。いうようなご要望をいただいて、我々のデータと検索ツールを使いまして、皆さんが探されている潜在的な企業というものをリストアップしてお渡しするサービスという形になっています。よくワンオンワンのカンファレンスの中ではですね、登録されている企業の情報に微妙にこう、名前の揺らぎがあったり、用語の揺らぎがあったりという中で、なかなか手動で全てを検索、目的のものを検索しきるのは難しいという課題がありますけれども、そこを補完するようなサービスということで、パートナーにインテリジェンスというサービスについても行っております。まず、これが現在我々がご提供しているサービスの全体像になりますが、2021年はですね、先ほどリードスペースの話がありましたけれども、それも加えて、複数のツールやアドオンをリリースした1年でした。ちょっと2021年どういったものを我々が機能強化してきたのかというところを少し振り返っていきたいと思います。まず、アウトロックアドインとアドミンセンターという2つのツールから見ていきたいと思います。まず、アウトロックアドインですね。これ、システムをご利用いただいている方々は、導入当時からアウトロックアドインというのを、ほとんどの方にご利用いただいておりますけれども、この機能を刷新しまして、機能 の, その UI ですね、操作を行うためのデザインであるとか、それから裏側で走っているセキュリティ要件というところを刷新いたしました。
そういった形で次世代のセキュリティ要件に柔軟に対応できるようなプラットフォームという形で、アウトルックアドレスというものを今年の6月より順次リリースしてきております。また、アドミンセンター、これは非常に最近の話なんですけれども、この12月よりですね、ユーザー管理をするためのセキュリティを強化しております。これまで、ユーザーの方を追加されたいというときには、まずプラットフォームにログインしなければいけなかったんですけれども、例えば IT 部門の方だったりとか、普段パートナリングをやられていない方が、ユーザーの追加管理等をするという場合に、プラットフォームにアクセスしなくても、ユーザーを追加できるということで、情報の、コンフィデンシャルの情報を守ることができるというような側面を持たせたアドミンセンターというものを、12月よりリリースしております。また、このアドミンセンターはですね、将来的に我々がプラットフォームを拡充していくときの、ハブという形で、ユーザー管理をここで一元化できるような形というものを目指しております。また、このアドミンセンターのリリースによってですね、ライセンスの扱いについても、新たに刷新をしております。これまでは、ご契約いただいているライセンスの中で、やりくりをしていただくというような形だったんですけれども、アドミンセンターの中では、ライセンス数の縛りというものがなくなりまして、お試しで追加のユーザーの方を追加してご利用してみるというようなことも可能な形になってきております。こういったライセンス数の扱いですね、追加のユーザーの扱いについては、柔軟にできるようになったというところもありますし、個別に、じゃあ今後の、ライセンスの扱いというのはどういうふうになるかというところについてはお話をさせていただければというふうに考えております。はい。そして、リードスペースですね。これが今年リリースされた一番の大きな機能ということになります。はい、リードスペースに関しては、そもそもどういった背景で、開発をされたのかといいますと、プリシーデ段階にをどういうふうに効率化していくかというところに課題を抱えられている企業が大変その顧客調査の中で多かったというところが挙げられます。プリシーデにかかるプロセスですね、大体平均して8ヶ月ぐらいかかると、つまり新しい企業を検索して特定して連絡をして、でさらに CA に移行していくまでの評価をするまでに2ヶ月、6ヶ月プラス2ヶ月かかるということで、実際にアライアンスを始めるまでのほぼほぼ半分以上の期間がプレ CA にかかってしまうというような、課題意識があります。でそこにもちろん複数のいろいろな要素がかみ合っていまして、例えば新しい案件を効率的に探す仕組みがない。であるとかコネクションを構築していくのにやはり時間がかかる、相手先の企業を見つけても正しい担当者に出会えるまでになかなか時間がかかってタイムロスが発生しているというのと、そして実際に案件の評価を始めたとしても評価の仕方が例えば標準化されていなくて、結果的に並べてみても同じような見方で、比較することができなかったりであるとか、過去の評価結果が失われてしまって結局ゼロからPCD 評価をやり直しているみたいなこともよく起こっています。というところから、このPCD の段階を強力にサポートできるようなツールということで、リードスペースというツールを今回リリースをしております。このリードスペースですけれども、一番大きな目玉としては、このPCD 段階に参加される方、いろいろな方をセミオープンな場にですね、招待しながら、広い、グループに対して PCD 評価の結果を共有したりですね、評価を実施したりということが可能になっているというところがあります。また、その前段に来るところとして、いろいろな入り口からですね、新しいリード、新しい案件のことをリードというのをここで呼んでいますけれども、そこから上がってくるものをいろんな形で吸い上げられるようにする、新規案件の登録だったり、新規案件の探索というところをより簡易的に、効率的にするというような機能を実装しています。で、晴れて、その一つの案件が CDA 以降に進むときにはですね、皆さん今お使いいただいている、InnovaPRM の方に情報をプッシュしていって、コンフィデンシャル評価を実施していくというようなつながりでですね、本当に、リードを最初に探すところからアライアンスをこう整理させるところまで一気通貫で、カバーできるような機能というものを補強してきているというような形になっています。
はい、ここまでが2021年の中で、出てきた新しいツールですけれども、ここ の 本年度ですね、開発してきたいろいろなツールだったりプラットフォームというところは2022年以降を、強化をされていきます。はい、2022年以降我々がどういったところにフォーカスをしているかというところですけれども、3つの大きなテーマがございます。一つはソーシングデータというところで、特に探索評価を行われている方であれば、皆さん大変興味があるところかなと思いますけれども、外部のいろいろなデータをソースとして取ってきて探索評価のインプットとして生かすというところ、そして、リードの情報を共有するというような、いろんな方と共同して評価を進めていくというところに関してのコラボレーション、そしてインテグレーションの最後のところは、例えば普段皆さんが使われているいろんなツールとどういうふうに我々のプラットフォームをつなげていくかというところになります。3つ、一つ一つ見ていきたいと思います。はい、まずソーシングアウトデータというところですけれども、3つ大きなことを考えております。一つは、皆さんよく使われているいろんなデータベース、例えばコレテリスのような、そういったデータベースからの情報を取り込みをすることによって、そもそもすでに世の中どこかに存在している情報を、活用しながら、最初のリードの情報の初期の動きというところを効率に化できるというところを一つのポイントとして考えています。また最初の情報の取り込みだけではなくて、皆さんが登録されているリードの情報、案件の情報をベースに、もしかしたらこんなものも皆さん興味はないですかというような、関連している類似アセットを提案できるような機能というところも、我々今現在検討しています。でそうすることによって、皆さんが今まで目に触れてこなかった隠れている、潜在的な皆さんきっと興味があるであろうアセット、どこかに眠っているアセットについて、探索評価の方が見つけられるような形の、そういった環境を整えていきたいというふうに考えています。また3番目、オポチュニティポータル、先ほど簡単にご説明しましたけれども、御社のウェブサイト等に設定されている問い合わせ窓口とも連携をできるような形をして、とにかくいろんな入り口、新しいリードが上がってくるいろんな入り口から情報を、最初の初期の情報を取ってくれるというような形を整えていきたいというふうに考えています。次にコラボレーションですね。新しいリードを探索した後の、どういった形でその情報を共有していくかというところになります。もしかしたら それぞれのリードの中では、あるチームからは隠したいというようなコンフィデンシャルなものもあったりもするかもしれませんので、そういったアクセス制御ができるような形のものもこれから機能として追加していく。また例えばここの例で示しているように、例えばオンコロジーの、テーマと CNS のテーマでは評価する軸というものが異なるということもあるかと思いますので、それぞれ のテーマごと、これをブリーフと呼んでいますけれども、そのブリーフごとに標準化された評価ができるような評価テンプレートを実装しているというようなことも考えています。またその中で今すでにコメントだったりタスク管理だったりといったような機能も持っていますけれども、そういったところもさらに便利にしていくというところも予定をしております。最後にインテグレーションですね。これは皆さんが普段使われているイノバのプラットフォーム以外のツールとどういうふうに連携をしていくかというところになります。例えばEメールであったりとか、あとは皆さん普段もう Teams をかなり、例えば、チャットとしては使われているかと思いますけれども、そういったツールとの連携というところ。そして、レポーティングですね。例えばBI ツールみたいなものを皆さんお聞きになったことがあるかもしれないですけれども、そういった強力なレポーティングツールと連携することによって、情報の入力とその入力された情報を活用していくというところの両輪が回せるようなものも今後目指していきたいというふうに考えています。はい、ここまでですね、特に今現在、イノバ PRM をお使いいただいている皆さんにとっては、じゃあこういった新しい機能がどういうふうに皆さん のご利用ケースの中で、適用できていくのかというところに関しては、疑問ないしはご興味をいただいている方も大変多いかなというふうに思います。でぜひですね、皆さんのご利用ケースだったり、今後 の使い方のロードマップ、皆さんの中でのロードマップというところを考慮しながら、ぜひ、どういった形で皆さんが新しい機能についてこう活用していけるのかというような個別の議論を行っていければというふうに考えております。
また今お話ししてきた通りですね、さまざまな機能を現在進行形で、開発着手しているというような状況です。で、こんな機能があったらより助かるであったりとか、今存在している機能の改善のご要望だったりとかというところぜひお聞かせいただきたいというふうに考えております。で、我々 のプロダクトチームも適宜交えてですね、例えばモックアップのような形で、皆さんから の使い勝手についてご意見をいただいたりであるとか、どういった機能が必須なのかというところのお話をさせていただいたりであるとか、皆さんのご意見を取り入れながらの機能開発というところをしていきたいというふうに考えていますので、ぜひ、お気軽にご連絡ご相談をいただけたらというふうに考えております。はい、ここまでですね、ロードマップのお話をさせていただきまして、本日予定していた、プレゼンテーションのアジェンダとしては以上になります。ロードマップないしは全体を通してご不明な点、ご質問等ございましたらチャットボックスの方に記入いただければと思います。今現在、追加の質問はいただいていない状況ですけれども、少し、お待ちしたいと思います。はい、それでは一旦ですね、まずはこの場で切らせていただきたいと思います。ということで、クロージングに入っていきたいと思いますが、はい、本日は皆さん、年末もお忙しい時間帯の中ですね、1時間40分にわたるですね、お時間をいただきましてありがとうございました。本日の資料、いろいろ分析の結果であったり、クライアントのユースケースであったりというところの資料を踏まえているものに関しましては、ご参加いただいた方にですね、資料のダウンロードリンクを今後この後お送りさせていただきます。本日、こちらのセッションは録画をさせていただいておりますので、ご参加いただいた方にのみですね、限りですね、この録画動画を、同じメールに合わせてお送りいたしますので、後日のご参考までにご活用いただければと思います。またですね、そちらの同じメールの中に本日のイベントに対するアンケートのリンクを記載しておりますので、ぜひこのアンケートへのご協力をお願いしたいと思っております。本日のこのコミュニティイベントは2017年、2019年、そして2020年、2021年と開催をしてきておりまして、今後も継続的に行っていきたいと思いますので、このイベントをより良いものとするためにぜひ皆さんのご意見を伺えればと思っております。それでは本日は皆様ご参加いただきましてありがとうございました。ちょっと気が早いですけれども、皆様良いお年をお迎えください。それでは本日はどうもありがとうございました。これにて失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。